みなさい。とっても恋しかったわ。お姉さんに頼み事かしら？お姉さんの名前は国の常たち。たくさん頼りにしてちょうだいね。お姉さんに任せれば安心よ。がっかりさせないわ。あら、君も一緒に勉強したいの？期待に応えて、もう少し本気を見せようかしら。忍術は修行が肝心よ。これで任務の成功率が上がるわね。君のためならもっと力を出してあげてもいいわ。あら、寂しいの？それじゃあお姉さんが付き合ってあげようかしら。ねえ、一杯付き合ってちょうだい。仕事？そんなのどうでもいいわよ。もっとそばに来てもいいのよ。君はお姉さんの特別なんだから。しー、それ以上はダメ。大人の女性には誰にも言えない秘密があるの。疲れているなら無理しない方がいいわよ。あら、そんなに急いで。早くお姉さんに会いたかったのかしら。おっ、もうそんなに揺らさないでちょうだい。もうますます君に惚れちゃうじゃない。残念。お姉さんの心はそう簡単に推し量れるものじゃないのよ。どうしてもお姉さんとおしゃべりしたいの？なら何か面白いものを持ってきて。なんて冗談よ。最近よく会うわね。もしかしてお姉さんに惚れちゃった？この服着てほしいの？しょうがないわね。それじゃあ任務開始ね。行くわよ。今よ。覚悟はできた？私の本気見せてあげるわ。ちょっと油断したわね。私の活躍に見とれちゃった？所詮は烏合の衆。造作もないわ。お姉さんへのご褒美は何かしら？一応万物に変ず、心眼解放、二回をもって無に通ず、これが忍びの術よ。瞬身の術、隙ありね。無理しちゃダメよ。あとはお姉さんに任せて。奥義発動可能。絶好のチャンスよ。来るものをよからず、油断は禁物よ。